皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツキングダムバトルダウンロードコンテンツドンキーコングアドベンチャーパート25やっていきましょう。今回も前回に引き続きクリア後の要素バグバナナを壊せ難易度アルティメットのチャレンジやっていくんですが、あれ前回の続きじゃなくないと思った方いると思います。そう、このバグバナナを壊せ6ターン目ぐらいまで前回やってたんですけど、スイッチの充電が切れちゃっててですね、セーブデータが保存されておりませんでしたそう、このゲームって試合中、このバトル中にセーブできないんですよ。これでねまさかのこの、マリオラビッツで言うと90何本目にしてやらかしてしまったということで、もうやるしかない、初っ端からいきましょう、大変申し訳ございませんでしたということで、最初からの方が分かりやすいよねという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。前回6ターン目まで結構順調にいってて、やり方はね、さっき自分の動画見てなんとなく学んできたんでいけるよ、もう大丈夫で、最初これマグネットグルーブした方がいいわ。これ一気、いや待てよ、その前にスライディングで110のやつらだけ攻撃しておきましょうか、でこう来てこう来てこうと、そう前回ね6ターン目まで、もう考えてやってるから、それはもう再現すればいいだけだからちゃちゃっといきましょう。でラビッツピーチはここハンマーヘッドでまずはバグバナナ1個壊していく。いや再現しようかなとか思ったんだけど、これって運要素結構強いから、完璧な再現にはどうやったってならないよなと思って諦めました。あ、そして待って、やらかしたかも。大丈夫か、ラビッツクランキーがちょっとその位置だと、どうだろうな、待てよ、一旦こいつスライディング入れてこう来てチームジャンプ、いけるね。あ、そしてここダブルで攻撃、トリプルいけちゃう、トリプル攻撃いけちゃうね、素晴らしい。なんなら前回よりも効率よく今進んでいるんじゃないでしょうか。で1箇所バグバナナ壊しきって、飛行機で2箇所目壊しきっていく。おっと、1ターン目でこんな進んじゃっていいんでしょうか。オールマイティスラップでこいつらも一気に倒していきますと、おい待て、順調がすぎる、前回ここまで順調じゃなかったよ。バックラー全員倒しまして、ローガンアイとかは、いや、撃たなくてもいいですね。敵は特に出てこないので、こっちのターンになります。で、ここからだよな、問題はな。ドンキーコングで、ラビッツピーチを持ち上げて、ここでバナナ、どうだろうな。多分これね、ホッパーから動いちゃうんですよ。だから、これなんだったっけ、ワイルドウォッチか、ワイルドウォッチをここ3連で当てようとしても多分厳しいので、どうすっかな、ちょっと待って、先に分かった、ラビッツピーチ、無理か、ラビッツピーチがドンキーでチームジャンプできればそっちの方が良かったんですけど、それは無理みたいです。とりあえずバナナゴールド一発打っておきまして、もうしゃあないな、ラビッツピーチを上に上げるためにこれを持って、ここにするしかないのか。こう来てラビッツピーチをこの辺まで連れてきておきましょうか。でラビッツピーチがこれ、さっきあれか、シャークのやつ使っちゃったから普通にブラスターでバグバナナ壊すしかありませんね。ワイルドウォッチを打ちまして、でちょっと待てよ、先に分かりやすい、ランビブラスターをここで打っておく。そしたら移動できるけど特にする意味もないような気がするな。ちょっと奥に行っとく。はい、じゃあ奥まで進んどいて、でラビッツクランキーがここチームジャンプで、ダブル、いや先に、いや微妙だな、めちゃくちゃ微妙、微妙だな、そこ行っちゃうか、そこをさこれ攻撃しちゃって上まで戻ってこれるんじゃないか、その方がいいね。はい、チームジャンプでここ壊す、で壊したことによって土管が通れるようになったの、そっか、もうこのターン、ちょっともったいないことしたね、ちょっとちょっとだけもったいないことをしてしまいましたが、許容範囲でしょう。そしてここ一斉に攻撃受けるのが若干怖いんですが、ほっぱ、おっとバウンス受けた、だとすると変わるか、待てよ、だとするとホッパーたちにワイルドウォッチが、
あー座れるか。でこれ下、まあそうなるよね。本当はうん、そうなんだよ。そこのさ、スマッシャーたちをなんとかしたかったんですけど、こいつら、お、届かないぞ。さっきのバウンスがあったおかげで届いておりません。そしたら、ここから、まずは、オールマイティスラップ、いや、ダウン食らっちゃってるから、このダウンを、ラビッツクランキーのチームジャンプで解いていく。で、解いたところで、ここさらに攻撃、いいですね。流れはいいよ、流れはいいよ。はい、チームジャンプ。あれ待って、それってクリアされないの？え、チームジャンプでなんでクリアされないの今の。マジか。これバナナゴールド 100% でバウンス狙うのと、オールマイティスラップクリティカル 70% 狙うのどっちかって感じですけど、まあ 70% 狙った方がいいのかな。 70% 引きましょう。 OK 引いた。はい、これでバウンス向こうまで飛んでいく。こっちまで来れますか。来れないんじゃない。ギリギリ来れない。素晴らしい。そしたらだ、うわ倒しきれないのか。持ってもだとしたらここ持って、どうするかな。次のターン来ちゃうから、来ちゃってもいいか。来ちゃうんだよなそいつら。ちょっと待て。まだ攻撃できるんか君。だとすると老眼アイで、そうする。老眼アイ、いやーでも微妙なんだよな。まずここをランビブラスターで、うわーまた微妙なんだよ。ちょっと待て。ドンキーでこれ1体持って投げてってやって処理するのは簡単なんだけど、そこね、それで果たしていいのかっていう話で、こう来てここ攻撃した方がもちろんいいのよ。なんだけどこれをやるとドンキーが次のターン、スマッシャーたちに一斉攻撃されちゃうっていうのがあって、あんまり乗り気じゃないんだけど、でもまあ普通にやるか。これでドンキー食らってなくてラビッツピーチ、ちょうど選べないっていうね、そこね。だとしたら持ち上げてここにして、こうすればいいのか。こうすればいいのか。そうですね。はい、これでとりあえずバグバナナ1箇所壊しました。はい、投げてドカン、いいよ。出た。飛行機、オイルバレル、オイルバレル、そこ上から攻撃入れて老眼アイも込みで倒す、ありだね。そうしよっか。はい、老眼アイ撃っとく。で、オイルバレルを下の底に撃ちまして、はい、こっち来るんだよ。こっち来たところを老眼アイでさらに攻撃していく。はい、ヴァンパイア素晴らしいね。で、はい、上に上がってきたところを、3体出てきて、こんにちは。1回しか撃てない？なんで？あれ？これ、あった！でもバグバナナ壊してくれた。だったらいいとしようか。おっと、そして、お互い倒した。それはそれであり。そしたらこれさ、1回、ヒーリング打っといた方がいいかも。はい、これで体力回復して、あとこのターン動けるのはラビッツピーチだけ。ハンマーヘッド使って、どうすっかな。あいつら、いやでも結構遠回りになっちゃうのか。あの敵たちをどうにかしにかかるのか。どうすかな。チームジャンプで、ここまで来て、ここから、そうしよっか。そうしましょう。はい、チームジャンプで、ここに来て、ハンマーヘッドで、そこダブル。クリティカルが出ればどっちも一発。どうでしょうか。出てください。出るんだよ。こういう時出ないんだね。こういう時大体今まで出してきたんだけどね。はい、そしたら、はい、ホッパーが動いてくる。ヴァンパイア食らいましてダメージも受ける。マジか。こいつらスライディングで次のターンどうにかするしかないな。で、こっち、うわ、そこで撃っちゃうか。まあインク、いやでもどうせそいつ攻撃してこなかったぞ。うわ、今の微妙だな。なんでそこに吸収された。上のさ、ジギーたちのとこ行くべきだったね、絶対ね。ちょっと待って、これ集中攻撃めちゃくちゃ受けるけど大丈夫？1体が45。なんとか耐えれるって感じ。ちょっと待って、これ危ないな。ラビッツクランキー、普通にやられる？やられたらまずいんだが。大丈夫かな？なんとか耐えそうな、ギリギリだな。ちょっと待って、ラビッツクランキーが怖すぎる。あいつ、さっき回復打っちゃったからさ、まだ2ターンぐらいかかるぞ、次の回復まで。
そしたらちょっと待てよ、ラビッツクランキーが非常に怖いで、ヒーローサイトを吸わせないといけないからドンキーで吸うか。ラビッツクランキーを持ち上げて、これで60、60、あーどうすかな。ちょっとラビッツクランキーさ、安全なところ行ってもらわないと怖いわ。ドンキー、これうわ無理なんかそれ。ちょっと待てよ、ここ100で当たるっしょ。ここ当てたところでさ、でもさあれだよね、あーまあとりあえずここでチームジャンプでここまで持ってきて、あーそうするしかないよね、そうするしかないよね。ラビッツクランキーはもうこのターンこっちに、あそこの下のやつ、まあでも言うて大丈夫っしょ、ここまではどうやっても登ってこれないから大丈夫。よし、でドンキーでヒーローサイト、うーわ危ない、アイスだった。今のがバウンスだったら終わりよ本当にびっくりした。はい、でここ攻撃して、でドンキーのバナナゴールドが、あ2体当たる、2体当たる動線はあった。あ1体、おお結構当たるねこれだと。よしこれでいこう、バナナゴールドで、ほらこれでクリティカル確定のやつもいるから、こう来てこう、オッケーいいよいいよいいよ、倒した。1体だけか、まあ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 しゃあないな。でちょっと待って、これあーもうドンキーは何もできない。今度ラビッツピーチスライディング1体2体の3体で、さらに通ってこいつか4体入れて、ここは普通にランビブラスターでこいつ倒すか。だってバグバナナ攻撃できないもんね、どうやっても。よしそうしよう、普通にそこのジギーを倒します。これでも25ターンあるから大丈夫だとは思うんだよ、間に合ってるとは思うのなんだけど、普通にラビッツクランキーの体力が心配すぎ。はい、ここでドカンと打ちます。78か、まあまあまあどうせ一発じゃ倒せなかったということで、で今度ラビッツクランキーが、あこう来てさ、うわーでも本当は行きたいよ、本当は行きたい。でももうラビッツクランキーちょっと体力ないから、チームジャンプ入れて、ここ30ダメージ与え徹底した方が確実だよな。あんまりちょっとね、今回復するまでラビッツクランキーを冒険させない方がいいと思う。はい、でこう来たら今度は飛行機で、まあここ壊しに行くしかないよね。はい、じゃあここ壊しましょう。 OK、 出た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 、ロングストーリーとか特に意味なし、シールドもシールド打っとくか、向こうから来る可能性あるよな、こいつらが降りてきたりしてワンチャン来る、シールド打っとこう。ちょっとラビッツピーチやられたらもうどうやってもクリアできなくなっちゃうから、はいターン終了。で敵のターンがやってきて、このバックラーホッパーたちがどこに集中するかって感じなんだけど、おおやっぱこっち来たか、よし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 、こいつも来る、あー危ね、シールド打っといてよかった。でこいつらよ、どこ来る、あー、ドンキーの方行くか、これドンキー大丈夫だよね、大丈夫だと思ってはいるけど、はいホッパー何もしない、ジギー飛ばされて何もしない。でここもまあ打たれるけどなんとかなる、これぐらいだったらなんとかなるんだけどね、こいつスライディングも入れてくるよねどうせね。で後ろ隠れられて、このこいつらは降りるだけ、うわやっぱそうだ、よかった、来といて、これさワンチャン、くっそ、あーよかった、待ってシールド打っといてよかったわ。バックラーがさらに来て、うわまたうまいことみんなに当たんないようにするのね。でこっちのターンが来ましたよ、まだ回復、次のターン回復できるから、このターンまずオイルバレルをそこまとめていきたいよね本当はね。ラビッツピーチさ、これいくか、スライディング、あマジか、こいつだけスライディングできねえんだ、あーなるほどね、うまいことやられてる。ここダブルスライディングして通って、こいつスライディングで倒して、あと1回スライディングできるけど特にすできない。でさらに、あーそうするか、 OK 分かった、ここに来てシャークを撃てばいいんだ、向こう側に。そうすればこいつら、うわでもバックラーがあれ 100% で守ってんのか、ちょっとその辺わかんないけど、とりあえずこいつ倒しました。で待てよ、ハンマーヘッドをそこ打ちたいの、
そこ3体、あ、2体か。そこ2体、やるしかないよね。よし、行け。これ、ハニーがさ、発動してくれればかなり嬉しいんだけど、どうだ？オッケー、発動した。で、1体倒して、あいつ動けないから次のターン。無視でもいいかも。うわ、なんだ？めちゃくちゃ敵いる。なに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 ？は？なんでそんないんの？ちょっと待って。ここめちゃくちゃいる。ここ通れない。ここ通って下逃げたってしゃあねえよな。もうラビッツピーチの方に行くわ。これ先にオイルバレルで、ちょっと待てよ。こっち側どうなってる？オイルバレルで、あ、オイルバレルここ行って壊すはありだな。次のターン土管通れるようになるから、あり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 。だとするとオイルバレルは取っといて、純粋に下降りて、あいつ動けないから、ここチームジャンプで、うわぁ、そこ行けないか。なるほどね。じゃあチームジャンプもしない。ここで待機させて、上にあれだわ、オイルバレルだ。もうこれさ、25ターンあるからあんまりあれしなくていいんだわ。オイルバ、お、そこも届いてるね。クリティカル出ろ。オッケー、出たけど、まあまあ、ヴァンパイアで多少は回復。ローガンアイは使っても来ないもんな。こっちのターン ここ来ないよね。次こいつらワンチャン降りてくる。一応使っとく。いや、大丈夫だよ。さすがにだ。さすがに何もできないと思う。で、ロングストーリーこれ取っといてもしゃあねえから、ここで使うわ。あいつ動けないようにしとこう。はい。で、ここ、バナナで、1体2体。あ、これだと、そこ攻撃、そうなるか。これが一番いいかな。これが一番いいかもな。か、いや、これだな。はい、バナナゴールドでドカンドカンと、OK、1体倒した。で、持ち上げてそこ1体倒したい。これ食らっちゃうけどしゃあねえな。で、次のターン回復したいのよ、ドンキーも。ってなってくると、これドカン通ってさ、無理やり下行ってさ、ちょっと待てよ。これいけねえな。だとしたらこいつ持って、まあ、無理やり行くってもこの辺か。ホッパーの攻撃は食らうけど、それはしゃあなしと見るって感じね。よして、これを、君に投げてもしゃあないから、まあ、この辺で投げといて、あ、違うな。こいつ、うわ、ギリギリ投げれね。こうして、こいつを倒すしかないね。よし、オッケー。ヒーローサイトのこれは食らうけど、33ぐらいはいいとしましょう。うーわ、これ思ったよりやっぱり時間かかるね。でも前回よりかなりうまく進んでると思う。で、はい、敵のターンがやってきました。その下のスマッシャーたちがどう動くかが非常に怖い。でも大丈夫だと思う、さすがに。このターンで誰かがやられることはないと思う。ハイホッパーの攻撃食らう。91。大丈夫だよな。スマッシャーバックラーたちが何もできないと思うから、オッケー、いいよ。で、こいつも何もできない。ヒーローサイトだけ撃ってくる。で、バックラー、うっ、こい、ちょっと待てよ。うっ、いや、あ、大丈夫だ。それぐらいだったら大丈夫だ。あぶねえ。あー、よかった。これ大丈夫だよ。ハニー受けんのが負け筋だけど、ハニーだけ勘弁。やっばい、ハニーだけ負け筋だったって今。ちょっと待てよ。ハニー、ここハニーだけ、おぶね、あー、ここハニー出てたらマジで負けてた。待てよ。まだいける。これドンキー動けないんだよ、わかる。でもドンキーの方まで行けばいいから、みんなで。これいけるよね。こう来て、わー、そっか、そこ不可逆か。うーわ、やってる？ちょっと待てよ。うわ、ドンキーなんで動けねえんだよ、このターン。ドンキー、あ、うーん、なるほど。ラビッツピーチで、これ結局、上にさえ、あー、なるほどね。わかった。ラビッツピーチを、ここ多分範囲に入ってるから、さっき攻撃か？いや、できないな。ちょっとこのターン回復に振る。スライディングここ入れて、チームジャンプで、いや、向こう行ってからじゃあチームジャンプがきついか？ちょっと待てよ。例えばここ入れて、チームジャンプで上、まあいけそうだけど、あんまり変なことしない方がいいかもな。スライディング、チームジャンプ、で、
ここに移動します。でここだと誰にも攻撃できないけど、しゃあなくねえか、ドンキーの回復優先だろ。よしここだ。うわもったいないよ、わかるよ、非常にもったいない、言ってることはわかるけれど、しゃあないんだ、これはドンキーを生かすしかないから。おラビッツクランキー入ってんな、オッケー、ヒーリングナイス。そしたらだ、ランビブラスターとりあえずもう意味ないから、ここで今度ラビッツクランキーがスライディングからの、こいつ適当に倒すか、いや待てよ、こう来て、いや意味ないな、スライディングしてこいつ倒すわこういうターンも必要。ちょっとこのターンは敵を倒すことに集中しましょう。飛行機で、はい、倒していく、クリティカルで、上のドンキーが動けないのね、このターン。寄せてあれだわ、よし行け、ハニーのところにみんな寄ってこいこれでもうどんどかするしかないんだ、わかりました。でさらにこれね、オールマイティスラップでクリティカルが出てみんなが吹っ飛んでくれることを祈ろう。行くよ、誰を集中狙いするかって関係ある？赤がなるべくそっちに行った方がいいんだけど、関係ねえな、どれも一緒だな。よし行け、 OK、 クリティカル来た、これで、はい、みんなどっか行った。どうなる、はい、で近づいてくるやつもいるけれど、これでさバナナ、あー今クス、あいいのか、どうせ使える、あ君何目の前に来てくれてありがとう、オッケークリティカルで向こうまで吹っ飛んでいきました。ローガンアイ使う？範囲どうだろう、まあ、入ってきそうな気もするな、ちょっと使っとくか。はい、ローガンアイ使って、いいよいいよいいよ、敵のターンがやってきました。君さ、オッケー、いいこれ倒せんならいいわ、はい、オッケー、素晴らしい、インク込みで倒していく。でこっからだよな、このバックラーたちがまたちょっと遠くからドンキーを撃ってくるんだけど、この応戦に耐えられるか。ハニーはとりあえず受けちゃった、まあでもバックラーがそこ蓋してくれた方が最終的にはみんなが来づらいかもしれないと思ったら、先にホッパーが動く。24ダメ、あいつも倒しときたいんだけどな。で、はい、ホッパー動いて OK、 そこ攻撃前に倒しとく、いいよいいよいいよ。でバックラーが、うわ結構近いね、思ったより来るね。さらにクリティカルを引かれて、スマッシャーたちは多分来れない。あーパワーダウン食らって、待て、あのジギーがずっとの、おーっとジギーもついに動き始めたな。であそこのバックラー何していいかわからない、いいよいいよ、さっきより全然可能性あるよ。今度ここ降りたってさ、下まで行ける、あ行けるな、こいつスライディング一発入れてこう来てチームジャンプして、うわーもうしゃあねえな、そんなことしたってな。こっち来て、あいつはここいない、上行って、あ待てよ、もうこれハンマーヘッドをさ、ドンキーが動けねえんだよ。うわーでもそこ一気に倒すチャンスではある、いやーでも微妙だな。バナナゴールドちなみにどっからいける？こう来て、いや一発目それはもったいない、ゼロパー、あ向こうからか、なるほどね。まあこれが現実的か。先にワイルドウォッチも打っといて、ワイルドウォッチ打ってからのバナナゴールドを一発目そうだね、スマッシャーに入れて打っていく、ほい、で出たところバナナでさらに追い打ちかけて、これが返ってきて OK、 いいよ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 、あでもなんか損した、なんか損したかもしれないなんか微妙に今一発目のバナナが入ってなかったよな、なんか本当は2発入るべきだと思うんだけど、まあしゃあねえか。でラビッツクランキーが、おおここにいたのね。スライディングしてここからオイルバレルかなんかで倒したいから、ちょっと離れようか。あー待てよ、だったらスライディングスマッシャーじゃなかったかもしれないな。オイルバレルをここ、うわーうまくいかないから、今回はこれぐらいで終わっておきましょう。応援の方よろしくお願いします。今度は充電気をつけますね。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。